こんにちは。仮面ライダーレンゲルに変身する上条睦月役をやっている北条隆弘です。今回睦月という役をやってるんですが、気の良い少年、そしてスパイダーアンデッドに操られた悪い睦月、そして最後にはまたいい睦月に戻るんですけど、北条的には難しかったです。まあ、気の良い少年の方の白睦月の方では結構割と素の自分に似てるとこがあったんじゃないかなっていうので、結構ナチュラルにやってたんですけど、悪となると結構難しかったですね。毎日台本を読んで考えてました。そして最後に、まあ、スパイダーアンデッドを克服して、スパイダーアンデッドを自分で封印するってとこがあったんですけど、あそこは仮面ライダーブレードの番組の中で僕的には一番思い出になった話だと思います。あの時ナパーム結構量が多くてめちゃくちゃ熱かったけど、動いたら絶対あのカメラマンの猪熊さんに怒られると思って必死で我慢してましたね。ですね、そして睦月にはのぞみっていうガールフレンドがいたんですけど、のぞみはまあうじうじしてる睦月にはすごい気の強い女の子だったんで、すごいマッチしてるというか合ってる女友達ではなかったんでしょうか。そうですね。で、のぞみ、まあ、気の強いとこ、まあ、言っていいのかわかんないですけど、は素の宮沢さんとは結構似てるというか、気の強いっていうか、まあ、引っ張ってくれるリーダー的な存在みたいな、まあ、年下なんですけど、結構なんかブレードの中ではすごいリーダー的な存在でしたね。そうですね。43話ぐらいでアンデッドの呪縛から逃れることができた睦月なんですけど、17ぐらいからもずっと43までもう悪々できて、最終回に向けてはやっぱいいことをしていきたいとすごい思ってるんで、もう北条的にはそうですね、もう憧れのすごいかっこいいヒーローのように演じていきたいですね、レンゲルを。そして最終回はまあやっぱハッピーエンドに終わりたいというか、のぞみもちゃんと最後までいてで、のぞみと二人でまあ普通に平和に高校とか通ってたらいいんじゃないかなとか思いますね。そして今回この CD ボックスにも入ってるんですけど、ヒーローを歌ったんですけど、もうリリースが決まった時にはすごいもうどうしようって思ってましたね。もう何時間、11時間ぐらいレコーディングにかかって撮った歌なんで、思い出になってますね。なので皆さんちゃんと何年も何年も毎日聞いてください。お願いします。ですね、もうすぐもうブレードも終わっちゃうんですけど、今回この1年を通していろいろ北条的にも勉強になったことがいっぱいあるんで、そのブレードの現場で勉強したことをまた来年再来年と使っていけれたらいいんじゃないかなって思います。そしてあと2年経ったら成人もするんで、クールな大人に なりたいなっていうのはすごい夢ですね。まあこれからやってみたい役っていうのは、まあ、今回睦月でもやったんですけど、すごい悪い役がだんだんなんか気持ちよくなってきたというか、なんか普段だったら剣崎さんとか呼んでるのに剣崎とか呼び捨てにしたり、悪い役もすごいいいなって思って、だから今後もすごい悪役ができたらいいなとは思ってますね。最後に仮面ライダーブレード CD ボックスを買ってくれた皆さん、この CD ボックスにはみんなの楽しい対談、そしてみんなが一生懸命歌った歌、そしてもちろん僕のヒーローも入ってるんで、毎日聞いて見てもう大事に使ってください。お願いします。以上、北条隆弘でした。